せんせい、トクエロー、お父さん、かささん、てむじい、しんちゃん、やっちー、まめまめ、しんちゃん、しんさん、ノアさん、さいていさん、ひろたん、ありがとう、こんばんは、かわいだ、ありがとう、にんすけせんせい。えんさん、お疲れ様でした、ありがとう、トクエそうみんなもお疲れ様です。しもけんさん、こんばんは、わたさん、とくめいです。つるつるのうさん、おつさちゃん、ぐみさん。 コモコさん,ごん,ごん,さんこんにちは可愛いからキラキラしてごありがとうふみふみヤっホー髪の毛ふわふわだってコモコさんさら、ね、ふわふわにあえてうれしいありがとうやっち今日のメイク好きほんとにマーク キャトモくてありがとうありがとうつざんすましもいさかいさんこんばんはおろしがにあたってほんとかありがとうドクエロちいちゃんおつさちゃんきょうのアイメイクきりとしててかっこいい今日そうきょうちゃんはねききりとしもいちんあんにょんキャットモさんこんばんはプリセスヤッホでくれのさありがとうですありがとうこもこさん風強かったけど晴れてよかったなんてね今日めっちゃいい天気でさまちよかった マジで最高な日って感じ。ジェイトジェイト今日はちょっとトランプに書いて。ありがとうジェイトジェイト。ゆ o やさんおつえちゃんです。さちゃんこんばんは。今朝の夢にさちゃん出てきてくれ。うっそ今日一日幸せでした。ありがとうしんちゃんマジどんな夢ジェイさんこんばんは。やつだろう。おつえちゃん今日もちょっと油断した。ゆるんでるわって。今後もさ、そんなありがとうです。来てくれて。ハフーファーヘアそのメイクにやってくれて。ありがとうムジェイト。 スコーティースコーティーおつなちゃん。サトシくんだおつなちゃんです。やっちゃうキャミンワンピースなんだ。おほんとにいっぱいきるね。はるかさんこんばんは。いわしさんおつなちゃん。マイパハさんもこんばんはです。みるけこんばんは。寒かったね。てとさんめっちゃ寒かった。ごとさんは中一番ありがとうです。 おじゃん合宿から1年ですねいつもかよさがとめさせてもらってありがとうありがとうどこかやるそう明日が1年です画面目さおつされちゃう夢の内容言ったらできるあなさややめどこしんじゃんスカイゲートさんこんばんはこんばんはなりじゅっけいさんおつされちゃうありがとうございます So pretty today too thank you やつら天気はよかったけど風強かったねそうだねほんとにみっちさんこんばんは ビニブブット今日はアイラインくっきりな感じですかありがとう今日くっきりな感じです羽根ヒンターさんこんばんは明日もあれだらしいよ元気に過ごして、ね、あ,ありがとうすぎちゃん明日はみんな元気に過ごそうね新曲の振り付けどうだったテジえめっちゃあのー、ちょっと詰めれた日でよかったジイズジイズ投げキッスちょうだいありがとう風邪さえなければそこまで寒くなかったと思うけどってやってたんね寒かったねえすごいひな祭り ひな祭りギフトかなゾウさんありがとう初めて見た何これすごすぎたひな祭りすぎたありがとうかわいいんだけどめっちゃかわいいそうこれ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 かわいいねゾウさんありがとう超かわいい明かりをつけましょうぼんぼりにだよねありがとう早くサあちゃんにまた会いたくてうずうずうサラちゃんのミルクし増しですからありがとう男野ろう 会いに来てくれケキーソガすにいる時間仕事ってやっちケキさ、ソガエサボンボリボンボリボンボリにいだよね明日のライブもよろしくお願いしますねキスタ楽しみありがとうとけよろしくマジキスタが一番安心するサラちゃんにモームスのラブマシーンを歌ってほしいハムですわかったハムさんラブマシーン YouTube で聞いとくポンさんこんばんはこんばんは ソソロロモモンンが降っっててきたソロモンっていうのこれフリーレしてどのぐらいで入るものなのに人達一日で入る皆さんもこの味を育成シェアのブーストお願いしますありがとうに好き先生ぜひ皆さん配信シェアしてくださいサラちゃんに会う理由ってなんてなん…ただサラちゃんが可愛いからだよやってたらおならやってたら会いに来てゆうたろうさんはじめましてえっやばい初見詐欺だ初見詐欺ひなまつりコスプレ楽しみすぎてうずうずしてるえマジ恥ずかしいけど頑張るねありがとう ありがとう皆3月3日会いに来て浩平さん、落つれちゃう。ありがとう。今日もリップ見させてほしいです、ところこんな感じ。そんな可愛いのってれイさん。えー、ありがとう。<laughs> ありがとう、その。浩平さん、100キラー。髪型かわいい。ありがとう。髪型かわいいしい。ふわふわさせてみたの。フォーメーションが大変なものなのって言いさんそこまで大変じゃない気がする。 可愛いから会うっていう理由だけでいいのよっつったらえ可愛いくてお話ししたいから会い作詞もできるんだねってさとしくんえ別あありがとうございます作詞させていただくけどでも不安でいっぱいですマジで全然不安でいっぱいだけど頑張ります「ぼんぼり 100G」なんきつ <laughs> 100G ぼんぼり 100G だった もうシェアハビ済みです、ね、やっちゃありがとうコンペレート今日早く自転車を高いだけグミさんえ今日はあのコメントちゃんと追,追いつこうと思って頑張って読んでるあみあみハートさらにギフトあ,ありがとうやッちハートあ,ーありがとうさあちょっと同じできるの本当毎回奇跡だなって感じだからドキドキですようんとありがと、ね、そうくトクエロその瞬間も奇跡なんだよね おつちゃんソロモンじゃないんだってどうな何ソロモンってタラさんこんばんはこんばんは今まで一番振りが大変だった曲って何インヒルだリットムンデだとシンデレラかニャン 遅れ流れて。傷ついないこと。萌さん音もう一回さ、初ホモ、ありがとうございます。発ホもありがとうです。え、二十九までなんだよね、多分さ。え、二十九までだよね、二月。だからさ。あと、三日、あ、あと二日でさ。百行きたい。今日は目がキリりとしてるねます、やっぱ。ありがとう。そう、今日は。 跳ね上げ系ですコンペットしんちゃんコンペットガンダム用言語あそういうことねわからんわそりゃエバドラさんこんばんはこんばんはまめまめ今日も可愛いありがとうまめまめ。ありがとだよ倉島先輩の依頼から移動してきましたたらさんおおそっかお誕生日インナーしてたってことかなたらさんありがとう来てくれて でタラさんのさこの名前のところさあのシャツにゾウと桜だからさゾウも入れて欲しいの今年の2月29日まであるやつだろう今月だよね去年の会場はシンデレラの練習風景をしゃルるまで見れたあそうだねやつ確かに今日もさやちゃん美人ホットケーキありがとう <laughs> ありがとうホットケーキ タさんはーいで <laughs> ありがとうありがとすぎるオリンピック開催として覚えればいいあっそうなんだそういうことこれはぼんぼりって錦先生ぼんぼり明かりをつけましょぼんぼりによしちゃんだ。よしちゃんぼにあ錦先生ぼんぼりありがとうわ話人もありがとうコンピューターありがとうティムジーさくらさん 初めてらに会っただから丸一年,年丸一年って無事ねっ丸一年だってすごい早いマジマジ早い今月この最後の日は肉の日か知らんけどってマジパパ肉の日や知らんけどギフトは確かめてつなげてみるってありがとうにいすき先生 さんこんばんはこんばんは生女さんさっちゃんのシンデレラを踊ってるお仕事はまさにシンデレラ感って品がある感じで良きなんですよねってありがとう男野郎でもシャーちゃもシンデレラが品がある感じをイメージして踊ってるさシしさんこんばんはこんばんはさっしさんお疲れ様ですおっオのせらちゃん早々に金月やってしまじ。 あれー森のぞうさんがフォローしましたありがとうございますフォローありがとう森のくまぞうありがとうフォローマジありがとうです新しいもの好きだから目新しいものすぐ投げちゃうってありがとうお父さん確かにいつもぞうさんが一番最初に投げてくれるイメージ新しいギフト同じく今金なしってやつだろあれみんな月末だからかな今日はいつもにも増して綺麗やなんてえありがとうマジうれしい えなんて嬉しいことを言ってくれるのあなたはちょい早めだけどってやつだろ早めだけど明日の髪はどんな感じにしましょう,とうえどうしようマジで悩む、ね、みんなさちなみにシャルトルの髪型の中で何が一番好きもう俺コメントの前半聞いただけで特攻さんだと分かるぐらい特攻達人になっちゃった <laughs> えでもさ分かるね識好きです特攻野郎の分ってさ分かるよねあ特攻野郎だって 月末月末え、月末ってさ合ってる縁起と読み方月末3月入っても10日給料入らんとか多分生きられない件についてあそうなのあそうなんだ2月の終わりらへんに給,給料さ支給される感じじゃないんだもう今かなあっまじゃ今今どういうことコンロコンロゆうたろうさん ココンロ,コンロあ今の髪型ってことかハムさんありがとう熊井さん部屋から受けたありがとうグミさんそんなに分かりやすい分にしてますってとこてく何か癖ある <laughs> 月末で OK 月末で OK や,やちコメントよ飛んだ嘘え嘘しソシワチン全部好きありがとう嬉しい 一番好きな髪型まだ考えちゃうこモコさんえー、ねえそうずっと考え何ありがとうずっと考えてくれてんだこモコさん <laughs> えちょっと更新しようコモコさんの好きな髪型更新していくわやっちどのコメントだろうどこだろう多分読んだと思う読んだそうだよってハムさんありがとう もうすぐ3月のやつ楽しいな横浜近づいてくれって言うたそうなんですちいちゃんくまへや好きありがとうチャーリーこんばんは耳が出てるおろしすぎちゃんあねすぎちゃんそうだよね耳が出てるやつ耳プリンセスサナありがとう去年のサナちゃんの髪ってボブでしたかねそうなのとかやろう去年のオーディションとかお姿を比べてよろしいお願いしオッケーとかおろしね飛びサナマスバブ飛びサナ 基本ツインテール好きかも優生あそうなんだざンポニーテール最強かないやなんかでもさ本当に好みそれぞれって感じか自然のの感じが主きありがとうしんちゃんしんちゃんは自然な感じか更新してくれたら迷っちゃうの、ね、<laughs> ありがとうコモクロさんおろしで耳出てるのが好きティムジーもおーいいよねおろしでこれ今の髪型ってことかユーナさんおつさめちゃんありがとうユーナさんこんばんは 心の中で読んでくれてあり,ありがとうありがとうよっちこちらこそ来週はすっきょし来たねって答弾そうなんです来週三月7日だからそっか6がオーディションでオーディションだったらリハーサルでそうとてまきハイツインが好きおお結構ニスケ先生可愛い系だ意外とニスケ先生はなんかおろしとかかと思った意外となんだパティさんおつらちゃんありがとうしげちおつらちゃんです お友達とのティックトックの巻き下ろし好きあ本当にいいやっちあれ好きなのね今の髪型が好き耳なしてる方をピンで止めてるともっとよきっちゃお今度ここで止めとこ最近低めの巻きツインにハマってるもちろん見る見る見ることやで、ね、えそうだよねえシャータも最近低めの巻きツインしてるってこと運命 サナの日が卒業式なんでそうなのいうのさサナの日卒業式一回好きな髪型を投票してみたら面白いかくってるかもって確かにどこやろうやってみたい星以外で学校行けないんでしょうってそうねマサパパあ,あ明日が最後学校に最後っていうかまあ大掃除なんですけど明日とかなんか大事なことなんか荷物持って帰ったりとかしなくちゃいけなくて明日まあ荷物持って帰るためにも行って明日の以外星終わったらもうそう「ZP さん初見です!」 嘘ですくもちゃんお団子も同じぐらい好きおありがとうやっちさら姫のよう輪郭が美しいのでたてまきはいついはとても美しいのですありがとうに好きで輪郭が見えるからってことありがとう低め巻きついににリボンとか超可愛かわいいやろう今度あつやブラックトモートさんこんばんは明日は補修最後 ああまだ補修始まってないのホトケーキまだ補修はね28からなんですよねあれ違う27あれ違ういつだっけ補修って補習あるよしんちゃん本当元気いっぱいなお顔が可愛すぎて今日も優勝ですもんってありがとうのとかよサーちゃんはどんな髪型でも素敵だからサあちゃんが好きってありがとうのとかもお引越し並みなの重たいんじゃんって言っちゃたえマジで重い もういっぱい持ってかれないものありすぎてもうやばいマジで頑張る学校補習を募集とかやろえなんかそのコメント前も見た気がする触覚 <laughs> なしの髪型か愛いってほん、ね、とねきえきえ、分かってる美月先生えだかかそれが一番高校4年生に上がってもいいんですよって言うよなさえやだよもちでもう一回今の1年生じゃない2年生と一緒のお出でいい <laughs> 大丈夫 お掃除か心の掃除除心のししてててきまよいて飛び寄ったら寄ったあそういうこと飛んだってことあっちは学校から朝が植えた鉢持って帰るのって言うたらさえ小学生やんもう全然もうそんなあったら面白いけど学年末の荷物持ち帰り嫌ーいでしんちゃんしてても大っ嫌いホントに大っ嫌いどうするもうかっちゃんありがとう最近開発した両サイド三つ編みもかわいいし あーこれねこれかいやあれかわいいよね小麦さんわかるさやちゃんだから外のな荷物なんだろうなってしまう言いすぎや言いすぎや言いすぎや確かに学校に荷物あの置いて帰っちゃうタイプではあるけどそこもあるよ最近いいダジャレが浮かばなくてな聞いてとかいろ S って聞きは慶太郎さんに教えてもらったらいいよ <laughs> <laughs> なんかコンペイトのギフト鮮やかで好きかもえっかわいいよね凛介先生かわいいよね 謎に伸びた鉢持って帰るのあるあるよってあるあるだけどさ小学生まで <laughs> おでこなしの大人っぽい髪型も好きってっホットケーキは大人っぽいのが好きなのかなあかねかねさあちゃんの第一ボタンが欲しいですってダメですダメですシャトは後輩ちゃんに渡すんです 高級生になれるってしんちゃんえでもカノンも卒業するんであの2人で卒業ですえ前、まあ、カノンと卒業しましたっていう写真撮ったらなくてなくてサイさん落ちたらえちゃありがとうサイさんこんばんは一覧と今日目力すごいって言うたろうさえい,いい意味いい意味かなえなんかさ目がさこうガッて強すぎるとさあんまだよねパソコンで同時に見てるとさパソコン さやちゃんのかわいいお顔が二重に見,見入れる<笑><笑>ありがとうごくまさん二重なのね2月29のライブ15時15って欠席の可能性あるかなってすぎちゃうえっ2月29は絶対に出るライブに2月29そうみんな聞いて2月29のライブが鬼大事なライブで本当に本当に動員が大事だから本当に来てほしいみんなさん もう学校なんてそっちのけでそっちに出ますライブに手ぐらい大事だから本当にみんな来てほしい2月29日お願いしますパパタさんこんばんはこんばんはでコーダーシーが一番です姫手に好きですよねリュウさんおつたなちゃんありがとう逆にやっちの髪型で好きなのはやっちゃえなんかセットしてるやつ第二ボタンじゃないんですかてこまこさんえ待って第1ボタンと第二ボタンの違いって何ともさん投げ消すよだ ッさんファンレベル5ありがとう後輩ちゃんにしとってどこやろえでも女の子ね女の子かなさんおつサラちゃんありがとう後輩になるのでくたっちゃいてえひろた無理がある無理があるってサラちゃんにあんまあんまはないゆえけどさんあんまあんまって何あんまってさいさん夜勤なのでミュート参加ですが一,一緒にラ,ライブの日休みがつたとりました別、ね、のご報告だけさいさんだ、またありがとうありがとうさいさんえ嬉しいまた来た時お礼を 後輩ちゃん仲良くなろうやってあっ <laughs> ちゃうやん <laughs> ちゃうやん今の髪形ちょっと昇華感があっていいでおー確かにこうこうしてるからかなかちゃんミルフケありがとういつも可愛いですねってりゅうさんありがとうカラコもラガンに近い色のやつで、ね、好きって認識してそうそうそうありがとうやっぱラガンっぽいのがいいよね画面目さんお世話かかり93人目ありがとうございます画面目さんありがとうです本当に93人目 あと7人やねんあとなあちょ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 スージーさん94人目ありがとうやばい嬉しいありがとうスージーさんいつもありがとうございますあと6人だあと6人お世話係あと6人200人目ルチュー0秒めっちゃ美人に見えるから好きホトキットケーキありがとうホトキットケーキは美人目が好きなのか掃除時業に荷物も片付けてもらえばえ何 心臓に近いんだよインヒロたんサーチャーの学校の卒業式の同意えっちゃうまたそ,そっちじゃないそうじゃない髪を上げた方がいい二十九はさながら好きな髪型でいこうかなってそう髪を上げるやつがいいやちあと六人なんないって文字なぁ台何ボタンでもいいからうちの残ってるガクラのボタン誰か持っていってほしい <laughs> いいんだよそのままいいんだよ あさってのさなちゃんの個人トーク話したいこといっぱいありすぎて何を話すか悩み中で岩井さん全部話そう楽しいタラさんさなちゃんって書きたかったのかなやっち前髪からのぞく眉毛も好きなんだよなって本当にこれありがとうあと6人ほときあと6人なの で二十二十二月二十九日、ここで住みやとって <laughs> ああ、すぎちゃん、マジで感謝すぎちゃん本当にいつもありがとう、すぎちゃん、超ありがとう、本当に大好き、ありがとう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 ,がとう、クリッチさん、おつさなちゃんです、ありがとう、クリッチさん、今日うも。 ロドマンさんれちゃ、ありがとうございますロドマンさんもあって話せるんか多分多分何回 <laughs> でも話したい白鳥はあっちやとてるてるファンレベル6ありがとう丸めちゃんもファンレベル5ありがとうございますマジで月末までにファンレベル10になってほしい明日おでこだったら失神しちゃうもんねでとかやらまだあげない まだ上げないわ2月29日も大事だけど3月29日も大事だよねえそうまあどっちかっていうと全然3月29日の方が大事なんですけどとりあえず一番最初に2月29日がある神さん落ちまかないちゃう神田さんこんばんはありがとうですうち間違えたた田さんうち間違えたでサナはサナはと言ってサナは昭和のイメージはうーん昭和は何のイメージ ええー。うんー分かんない分かんないかっちゃんこの前 TikTok に一緒に出てた友達は誰ですかってかちゃえっとあの子は桜田優愛ちゃんっていう子です あのー、友達です。最近急にシフト変わることあるから保険をかけて多分。あ、そういうことは違う。いつもお疲れたよ。じらしますねーって特別。ご両親の時代はねて、そうね、たださ、だからま、まあまご両親のイメージ。<laughs> えー、なんか吹っ切れた感じで言ってますさ、パパ。うん、そう、吹っ切れた。え、ひろた、<laughs> お母さんの生まれた言語。えっとね、ねママの、ママの年、ね、齢、ば、ね、れ、ま、ちゃうわ。ママ。 言ったら、サナが一人、日輪衆、サナの使うの珍しいってやつ。でしょサナはって珍しいよね。お父サナちゃんがどんどん大人っぽくえどん。全然ガキなんで。昭和時代だから昭和が何かよくわかりません。音元気逆にか逆に結構濃い時代なんやけどなぁって、かっちゃん。でも、シアトリーの勉強不足ですね。とかやろう、潮はの話しようわ。寒。寒。寒い。 もこさん考えちゃうかわいいありがとう。コモコさん嬉しい。マサパパは深く考えちゃうダメ絶対。あダメ絶対なんだ。サナおもろすぎ知らんけど知らん知らんのかいイジリシオ、サナ、シラトリなの結構好き。えマジでイジリシオ、シラトリ結構好きでいてくれてるの。でっくりサナよりさ、シラトリの方がいいみんな。ニずき先生、明日のライブ情報ありがとうございます。はい、皆さん、明日のライブは。 ある、えー、タキースタジオで16時55分からライブになっていてこれは、えっと、ちょうど1年ですねちょうど1年しかもキースタだから皆さんぜひ最終審査から1年ぜひ来てください明日もうダメださんありがとうありがとうやっぱりダメかダジャレの修行したいってとこやろう頑張ろう りんりんだおつまなちゃんありがとうさっぱりケンソリセブンさんえやっぱえちょっと久しぶりありがとうございますこんばんはさーちゃんにあいろいろ助けてもらってるわ私はあっこちらこそだよ私ーじゃんゃうよ <laughs> ありがとうさあ <laughs> ちゃん大正時代のお洋服着たとかめっちゃ盛りそうな感じですえちょっと着たいのそうそういう感じのお洋服着たいの平成生まれからすると一度は経験してもいいの昭和があって してみたいかも。ちょうど一年ほど来そう。いつもより大人っぽいねと思うんだ皆さん。え、ありがとうございます。ちょっと巻いてみました。素で寒うって言って言い直したら見逃さなかった。<laughs> 素でね、かっちゃん素で言ってた。さとし君明日調子良ければ行こうかな。え、さとしくん、明日は絶対調子いいよ。うん。<laughs> 来て、絶対来て。 しちゃいあやみちゃんあのさラーメン誘ってくれたのついこの間これは一緒にきた昭和は万博あったし東京オリンピックあったし新幹線開業したりとか盛りだくさんどうぞすごいなすごいな今日はとても晴れやかな表情ですね家野さんあありがとうございます晴れてたからかな今日 白呼び好きやっちお。のサナより絶対白鳥貫きのとそうかな。サナちゃん卒業袴よく似合う服思うな。あ本当にゾンさん袴？お白鳥学校はねあのー、制服。マキサナってまだ僕は今日マキサナなの。サッチャこの一年でいろいろ変わったよね。これからビンんになってきた。え本、ー、当にハムさんありがとう。でもなんかいろいろ変えたかもしれない確かに。 マジで盛りだくさんの一年だったな本当。いいじゃんラーメンでひろたそうあゆみちゃんがしかも誘ってくれたの大好きラーメンイケメンサナおーいとかやろもうやめた方がいいかもよさン <laughs> ちゃんのライブ初めてってゆゆさんありがとうございます何かわいいかわいいありがとうはじめましてありがとうしもけんさんファンレベル6おありがとうですしもけんさんあゆみちゃんとデート楽しみだねってひろた楽しみ ラーメン好きですかリュウさんラーメンは好きなんですけど食べに行くことはまあ少ないですだから行けるのか楽しみあゆみさんともコラボ配信してほしいなってたらさし,たいしていいのかなしていいんえ、て言いないとかさ <laughs> えち,ょとちょっと話してみる1年前の写真を見るとあか抜けたよねってやつそうかもなんかめっちゃカラコン超でかかった シャトイさんがラーメン食べてるところ想像つかないって言ったらさえ <laughs> <laughs> なんで嘘なんで何食べてそう <laughs> <laughs> 1>, <laughs> 1年前の空の時期がおいしくて泣けるって言っても分かるやばいよねなんかコンクリいの髪の長さでさすごいさ初めての時期でさハートもちょっとぎこっちない感じ <laughs> 熊本ラーメン専門って子もこさんえ <laughs> なんた何か熊本ラーメンもあやみちゃんに紹介したいなと思うけどでもあやみちゃんの あゆみちゃんラーメン好きだからあやみちゃんの好きなラーメンのお店行きたいななかなかジ k がラーメン食べてる姿は見かけないよねってしんちゃん確かにえ、G、k がラーメン食べてたらどう思ううまかっちゃん食べてくるもん出てくるえ <laughs> 食べておいで前に初めて行ったらまだお話できなかったあっそういうことゆゆさんありがとうお話ししてくれてさえちゃんでラーメンすすれるタイプえちょっとすすれるタイプあのずーっとはいけない たちゃんスナックスナックムトに招待してもらわないとってえ招待してもらえるのかなパエリアとか存じない存じないけどああ言えたらさパエリアとか食べてたらおもろっしゃとり存じないけど知らんけど知らんけどそんなラーメンすすれるやつあちょっとだけ <laughs> サムさんは出遅れました大丈夫でありがとう夢だったサラダの時期が本当に嬉しかったよってありがとうけどケンに熊とラーメンのお店見つきたので今度行ってみますねあら絶対美味しい行ってきてしんちゃん今はザアイドルだからだってありがとうサナビビータライブにサラダはキ持っていかないってえー、ありがとうマサパパー持ってってあーめっちゃ嬉しいありがとうスきやに誘ってもらえるといいね好きや 好きやひろたあやみちゃんに洗濯任せたらニンニクマシマシのスタミナラーメンになりそう <laughs> 大丈夫かなグミさん次の日ライブい日にしないといけない <laughs> JK の方が部活あるからラーメン食べてそうってもうダメん、ね、確かに確かにね違うよあのねお話できなかったの <laughs> 直接ってことゆゆさん JK かいだまとかアリアでって試合でてえ JK 域かい玉してたらあのあれじゃないおっ,ってなるくない全国探したら白鳥ってックあるんかなえありそう。マロタン今日は爽やか美人さんやねかもよんてえマロタンありがとう嬉しい。ラーメンのギフトなかったわってねすけそんなさそう。あつやくんとコメントかぶった。 JQ にかけら制服でラーメンを食べたら服を汚されないよねって思っちゃうあったそういうことゆうのさんいやユうのさんパパや,いや,いやみんなみたいに出すれし頑張ってるよってすごいもろーたんこんばんにーてありがとういっくんさんフォローしましたありがとうですえ嬉しいフォローありがとういっくんありがとうございます モンゴーモング姿も変わるからまた見たくていいていつかに一蘭のラーメンマサ、ま、パパ行ってみたいの一蘭ってことなガバ美味しいよ地元しかないガバなら淳の地元行かないと京都来たら JK の集団は普通に王将でラーメン食べてるでてハムさんすごい京都の JK 強いな文化文化部系だったのにラーメンの食あ 食べ歩ききが好きな女性は元彼の影響せずあー待ってーとか言って <laughs> 確かにとか言って <laughs> 確かにとか言って磯 <laughs> 丸のハマグリラーメンも美味しいわかるのとかいうのおしいよね一人でラーメン食べてる女性見るとかっこいいってなる言うたらさえわかる白鳥もそっち派だけど絶対白鳥は一人でラーメンとか入れない派初めてさなちゃんに会った時のチキン見返したら自分のこんな笑顔初めて見たってえっ、ー 岩橋さんそんなありがとうそな笑顔でななとごラーメンの取り寄せセットってありますよねさんまさんありますよね食べてみたいんですよねなりゆっきーさんありがとうワンレベル10しかも初めてありがとうございます95人目マジでありがとう本当にありがとうです 5人だ、サトシくんにんにくは入れたいだってシアトリにんにく大好き <laughs> 彼と違ってすぐに気づかないから私、目身に気づいて悲しくなるよってあそうなんだそうそうゆウいっぱいのが人がいた時2月の時言っよあ本ほんとにえありがとうゆゆちゃんありがとうマジでありがとう、うん、あれ分かったかも渋谷ビデンと違うかな あと100人ってありがとうと男いるそうあと5人なのサラちゃんイスマルのメニューは制覇してるイギあまだしてないまだしてないスポーツ系 JK が憧れのラーメンよく食べてると思うよにすけ先生そうかなえなんかさシャルゃンのイメージ逆なんだよ逆にかわいい系 JK が食べてるイメージ、うん、ラーメンこうしたら一人でもいけるってマサパパマジえー、ちょっと難しいかも一ラン人一 <laughs> 人でスタバに入るとドキドキしますかちゃんええじゃじゃスタバだったらすぐ入れる 一人でさっちゃんにんにく好きなの初耳読んでえマジ大好き髪がスロープに近いのに手で押さえてるたぶん仕草にグッとくするやちえっほんとにそうやって絶対結ぶ髪の毛エリタンこんばんはエリタンエリタン今日もありがたいエリタン服気にするようになってからあんまりすすらんくなったってあつやなあつやもうこう髪の毛あ髪の毛じゃないか服なんだもんねあそっかラーメン親子設定で一緒に入るで小さい器あった方がいいな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 い,い,ない <laughs> <laughs> 確かに暑いから取り分けタイプはあるけどスタバ入ったことないええたほんとにね今度一緒に <laughs> ママと行ったんだゆうちゃんありがとうあらママと来てくれてるのありがとう <laughs> 5位 K19 っとサンナちゃんが一番かわいとありがとうとかやろう東京で熊本ラーメンはえ何て読むわけこれ火星ラーメンだっけ アジセンラーメンがんそこまで美味しくないっていう熊本人の考えラーメンは1人で行けるけどスタバ行ったことないまクメタル。えじゃあ逆やまクメタルさんえ遠征ばかりしてるとどこでも入れる度をついてやったやつだすごいさながにんにく大好きなの意外だなって言ってほんとにニンニクってみんな好きじゃないっていう偏見 熱がやった下がったって入れたえ熱出てた,えで出たのえー、辛いラーメン大丈夫さとしく辛すぎたら無理 1>, 1ヶ月 1000G でおさやかになるのでよろしくお願いしますってまスパパよろしくです皆さん本当に 1000G で今後まさおじさんは昔たまて注文ができなかった人多かったよあそうなんだケイかかってみてケイからなき徳之みさんかわいいってありがとうですそしてイアスファレブル今日はありがとうございます い,いよ2月の11日にあそうなのありがとうスタバで入り口にとどまるおっさんです <laughs> あれ商人も <laughs> スタバに限らずカフェは吸い込まれていきますいいよねカフェ一人焼肉しか買ったんから一緒に一人焼肉行こうえでも一緒に焼肉行こうやん一人じゃないわスタバの新作のハあっちょ花火団子のフラペチーノ漏れますでって言う無飲みたいあれケイカかありがとうサイデオさん メイドコースした日の帰りに食べて帰ったよってしんちゃんほんとにいや美味しいよねマジでラーメン一人食べれないのって言ってたら食べれないねケイは食べるの見てるからラーメンの伸び伸びやろうなってえ多、ー、分そうだよも <laughs> の伸びあ違うシェアトルも遅いから多分伸びる一緒に伸びるプリクラだけはまだ勇気出ないちょっとさゆるで,んでプリクラするオラフオラフこんばんはさらのおすすめのスーパーメニューはやちえー、っとねう、えー ちゃいかなあったかいしありがとうさくらさんありがとうですにんにく好きってことじゃないな出てみてめえほんとに超美味しくない超美味しくねえっケリくしゃいってえ違う臭いのが美味しいんだよ <laughs> エディさん東京で横浜家系ラーメン見つけていたけどこっちでも同じ店があったのに帰ってから気づいたええ <laughs> やええやん誰かに似てると思ったら清原かや嘘ってイメージかや様なんてそんなマジでもう恐れ多すぎるよ春の自由論ユニクロをチェックしているってマサパパえいいねちょっともう行ってたお洋服に。 並ぶのがドキドキしてどうしたらいいのか分かんなかったってゆーちゃんありがとう並ぶのドキドキえ、もうドキドキなんてもうあれだよしな,しないでしないで大丈夫だよ臭いのが美味しいそここもくざさないチャイおくだチャイさーちゃんのごらん臭いのがうまい <laughs> いやいやいやでもさニンニク系の臭さはさ濃い方が美味しいでしょ ペロンチーノ食べれないねさとしん確かに臭いものとグロいものは大体うまいググロいものグルグググロいもの。もの世の中にはさなが知らない美味しい食べ物たくさんあるから卒業したら挑戦してえそ卒業なんで卒業したらなの。ニンニク好きならアリラン系ラーメンアリラン系ラーメンアリラン系ラーメン。 今のすすめなさすぎてマネキンのコ人ィネントかぐれの死ぬ方えっマジかそれ自由いんが言っていいんかゆうもすぐお誕生日は行きたいってええー、っお,お誕生日早く来たいお誕生日もうすぐいっくんえいや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 んポーンさんフォローしましたありがとう オーフォローアサースグラビアデビューするとき言言ってるのびっくりするかってブラックのものさん多分シェアとしないと思うびっくりするよね無意識に髪をかけあげる仕草でドキドキしますってかっちゃうをしてた今 <laughs> ニンニク酒造のやつの名前置いてあるラーメン屋さん好きハムえめっちゃ入れるよね次の日何もなかったら。 新作のロマンティックフラワーロングのワンピューがさ、サラちゃんめっちゃ似合いそうなのバッチチクエロよろしくトクエロよろしく, <laughs> ろしくあゃい初心したから言っていいかなってお初心したんだすごいねまずやパパ辛いの大丈夫ある程度なら潰す潰すカブさん潰す辛いの無理なんだケイ太郎さんてかケイ太郎さんごまん今の耳のかきあげよかったって社長うそ ちっちゃ三十七日だってちょっと遠い <laughs>。ちょっと遠い。ポンさんはじめましてでありがとうはじめましてです。え待ってマジでありがとうございます。しかも桜つけてくれてるの。<laughs> ありがとうポン。ありがとうポン。ありがとうポン。ありがとう。嬉しい。ラーメンは豚骨カタナタンメンだねってティブチ。えそれな。 はっちゃんさんの言ったより書き上げるしがさが最近増えて好きえ、マジやっちゃありがとうさとしくん割れレベル8ありがとうさとしく気が付いてくれてありがとうって気になったほんまるほどだよ、<笑><笑><笑>ごめんね気づかなくてさと <laughs> <laughs> ちゃん毒で解参加する人はニンニクを食べるようにしたら気づく気にせず食べれるよ <laughs> いやまあそうだけどささすがにニンニクとニンニクでもちょっと明るくないあ、ナオキーだありがとうこんばんはどうしたると辛いのがだんだん苦手になってきた あ、そうなのどうぞありがとうパフとかありがとうパフツータンさんフォローありがとうツータンツータンフォローありがとうございますえ嬉しいえ待ってツータンってさ今日あった今日さビラ今日のビラでさお話ししたツータンじゃないシャガさんにいちいちドキドキしてば我々のコじラクくてこそ愛ありがとうみんなほんとに愛だね 大好きだよ大好きだよラーメンは断トツとんこつラーメン分かる系だけど断トツそうだよねマクメダルさんファンレベル7ありがとうファンレベル10待ってるよ今日シビアブラックバリデったツーで2です今日はありがとうございますってね本当にありがとうつったんマジでありがとうなんか画像作ってくれて本当にありがとうしかも配信まで来てくれていっぱいこれから毎日配信やってるからぜひつったん明日もその次も毎日来て 一瞬めっちゃ可愛かったありがとうってイメージ何の一瞬だろうビラ配りしたのえひろたそうマノンさんのお店に入るの自分一人じゃちょっとサナちゃんといければなぁとえ分かるとこやろう一緒入ろうならお疲れてあっちありがとうステーキとカリカリのニンニクが好きえやばいやっぱカリカリのニンニクとかもうめっちゃ絶対美味しいもんハチ公そうそうハチ公のところでケタさん今日もそうしてた,たのやチビラビラもらいたいでホットケキもうビラの時はさいくらでもお話できちゃうっていうね 特権だよね確人犯やった昭和人確信犯ビラ配り遭遇する人羨ましすぎる時を住みたいてくみさんでもさほんとビラであったらさ超あれだよね運、うん、運命というかビラもらってみたい人生であったんでさんありがとうつーたん旅行です今開いたらやってたから来てみましたってありがとうつーたん でもねほんと毎日やってるからついたんぜひお前いつもいるならの存在になってください前にはば焼きをうろうろしてたらめっちゃビラ配りしてたら見たって本当にいいけどさんぜひその時ももらってあげてくださいマジ、ま、でみんなもらってほしくてもしょうがないから花粉は平気だったら手冷えたんシュー花粉ねめっちゃ平気よ1個もし京都に行く機会あったら「新福は」新服「新福」なんて書いたらの?「新福なっかん」っていうラ目やってほしいほんまにバリーうまかったえっそれさ 絶対美味しいしややつやんちょっと少々し,しいところとがいって。で覚えると。アイドルさんなの昔知らなかったけどさん。でも知らないと言ったら絶対桂太郎さんいっぱい話して。東京住んでもビラクバルさんに遭遇しないのであんまり変わらないって。でも確かに。でも,も渋谷、基本渋谷。この長者新規さんにどんどん来てもらいたいですので。分かるもうちろん来てもらいたいとこやろ。お休すみするバイバイって。ゆうちゃんありがとう。来てくれて。 ビラだっったららでててもらえて私チキできそうだね持ってもらえて待ってもらえてどういうこと待ってもらえて持ってもらえ知ってる間合いさんなのかなって観察したけど全然知らん知らんかったねって慶太郎さんやっぱビラ配ってる子たちはね知名度を上げたい子たちだからサイカンって読むんだテムジメジ8個目の寝泊まりすればいつかはビラもらえる。 <laughs> まあ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 そうそうそうだけどそうだけどねブラックタマトさんライブ見に来ましたえっツータンマジツータン大好きだよありがとうありがとうだよ本当にありがとね確率で言えば可能性があるだけ羨まですって言さ確かに確かに確かに本当にねみんなありがとう 新規さんのため新規さん集めのための大変な作業だから本当は我々自粛しないとなんじゃねすけ先生あびらはってことねえスケ先生そんなありがとうニえすけ先生スでライバルであびら配りしたらアイドルさんよくいるけどってわかるけどさいるよねいや氷だそうだなと思ってビラ配りも場所によって難しいのかなって人だ難しい場所によっては本当に難しかったりする ツータンこちらこそありがとうございます。今日はお会いできてよかったです。えーありがとうツータンシャンタもよかったお会いできて。また来てね。また会おうね。物販の机に置いてあるビラなら持ってきたものじゃないからさらに手に取ってもらえあっそういうことね。手に取ってもらえそうってこと。そういうことよっち。もともと会場は赤ペンライトのみにしたいですもんね明日もいっぱいフリフリするって。ありがとうトケロ。そうマジで。毎回のライば赤色で埋まるぐらい赤色は冷たいの。 めちゃんファンレベル6ありがとう丸、ま、めちゃんティッシュ配りはすぐにいただきますけどさ <laughs> いただく派ねスタトでおじ儀する派じゃあそろそろ配信終わろうかなと思いますので、ね、皆さんスクショタイムからいきますわいっせーのうね はいはいはいありがとうございます毎回もらいたいけどもらえたことはないでかちゃんえなんで てかさもらうときさ向こうから来てくれてたらそれほど嬉しいことないんだよあパンプキン今来たばっかりでああパンプキンごまパンプキンありがとう綺麗な眉毛が見えてるてごもこさんありがとうございます <laughs> 綺麗といって言っていただき嬉しいですじゃあ37位から読んでいきます37位はサイさんだサイさんありがとうありがとうサイさん 再参加いつもありがとうございますです。十三位からできます。十三位はシマジンありがとう。十二ガッチャンありがとう。十一サシさんありがとう。十一サムさんありがとう。九位トカイロありがとう。八位ユータロウさんありがとう。七位イワシさんありがとう。六位サイリウさんありがとう。五位ホトケキありがとう。四位ヤチありがとう。三位にすけ先ありがとう。 にさくらさん、ありがとう。そして一はぞうさありがとう。今日もぞうさありがとう、ね。 2月の26日か。はい。目が眠いってたってた。た <laughs> 最悪。<laughs> じゃあじゃじゃあスクショお願いします。今日もありがとう1。いち ありがとう。ブラックバレー時期に来るのライブの宿題回来ればチャンスある。そうね、やっち。ゾンカーさんだ。こんばんは。じゃあ、皆さん、今日も良い夢を見て、ゆっくり寝て、明日もいい日にしましょう。バイバイ。ありがとうね、今日も。ありがとう。おやすみ。